パニオロとは、ハワイ諸島における、畜産業労働者、いわゆるカウボーイを指す言葉。単純に、ハワイアンカウボーイとも、ハワイのパニオロは、諸説あるが、スペイン人を指すエスパニオルが短縮された言葉で、ハワイにおいて野生馬を飼いならし、牛を捕らえることを制御とした人々を指す。元来火山島であったハワイに、牛馬は存在しておらず、18世紀以降、 外来より持ち込まれた牛馬が野生化し、街を荒らすなど深刻な被害に見舞われた。これらの対策として、カメハメハ三世は1832年、牧畜技術をメキシコより輸入し、ハワイの牧場発展を促した。また、彼らは牛馬の飼育技術のみならず、ギターやファルセットなど、今日のハワイ文化の形成に欠かせない伝統をもたらし、広めた。近年では、 パニオロの存在は既存のフラなどと融合し、ハワイ固有の伝統文化として位置づけられ、受け継がれている。カメハメハデイなどの模様仕事で登場する場合は、パニオロのほか、パウーガールも目にすることができる。225-000エーカーという巨大さを誇った、パーカー牧場欧米との交流が始まって間もない1793年2月、イギリス人探検家、ジョージ・バンクーバーが、 アメリカの西海岸で購入した牛をハワイへと持ち込んだ。バンクーバーがカメハメハ一世に献上した際、ハワイ人たちが目にしたことのない、この牛は大きな豚と呼ばれ、大層珍しがられた。ハワイを太平洋公海の食料補給地へとも論んでいた。バンクーバーは牛の捕獲を10年間禁止するようカメハメハ一世に求めた。温暖な気候と豊富な食料に加え、 コヨ用手などの天敵が存在しなかったハワイで、牛は恐ろしいスピードで繁殖し、激増した。やがて野生化した牛は、ハワイ人たちの畑を荒らしたり、その長い角で人間を攻撃するなど、深刻な被害をもたらすまでになった。1803年、同じくイギリス人探検家、リチャード・クリーブランドにより、馬が連れてこられた。しかし、牛飼いに悩まされていた。 ハワイ人はこれに興味を示さず、マウナケア山で野生化、繁殖し始め、いつしかマウナケアホースと呼ばれるようになっていた。牛の捕獲が解禁されるとこの対策として、ハワイ人は牛を殺し、その肉を欧米の船に売りさばくようになった。1832年、緊迫する財政難から外貨獲得の手段を模索していた。 カメハメハ三世はより効率的に牛の捕獲が行えるようメキシコから牧畜技術の輸入を行うことを決定した。カリフォルニアより数名のバケイロが招聘されると彼らは野生化した馬を乗りこなし、いとも簡単に猛牛を捕獲し始めた。バケイロたちはこの手段をハワイ人へ伝授し、畜産業を制御とするハワイ人たちが増え始め、 捕らえた牛を飼育するための牧場建築が急速に進んだ。19世紀に入ると各地に大規模な牧場が作られるようになり、パニオロが活躍するようになった。個人所有としては、全米最大規模を誇ったジョン・パーカーの牧場もこの頃作られた。その後、軍事的基盤としてハワイの重要性がより強くなるにつれ、牛肉の需要が増し、 ハワイの食肉産業はますます栄えた。やがて野生の牛だけでは追いつかなくなり、牛を輸入するようになる。しかし20世紀に入り、観光産業に力が入れられるようになり、島の近代化と技術革新が進むに従って、畜産業も衰退していき、パニオロという食に従事する人の数も減っていった。こうしたことからパニオロを伝統文化として保存しようという動きが近年になって、 活発になっていった。1998年、エッチリーが手掛けたドキュメンタリー、パニオロ・オハワイが、シカゴ国際映画祭で銀賞を受賞し、全米にパニオロという名を浸透させたのを契機とし、1999年には、オクラホマ州のナショナルカウボーイホールに1908年のローピングコンテスト優勝者イクア・パーティーがパニオロとしては、初めてとなる殿堂入りを果たした。 ありがとうございます。